はい、皆さんこんにちは、パーティーゲームです。 Nintendo Switch Online で提供中のレトロゲームをお送りするシリーズというかね、お送りする企画でございますけども、はい、今日は一人でございます。いつもフレンドさんとやることが多かったんですけどね、ちょっと今日は一人でやらせてもらおうと思ってます。ちょっと単発でね、お送りするんですけども、はい、本日お送りするのはこちら、スーパーマリオランドでございます。もうすでにプレイした痕跡残ってるけど、アクションとシューティングが楽しめるゲームボーイのマリオですね。はい、ゲームボーイ本体と同日に発売されたマリオのアクションゲームの作品の中でも、まあ、携帯ゲーム機でね、スーパーマリオランドシリーズというのが続いてきましたが、まあ、その記念すべき一作目ということになります。で、一応それぞれね、4つのワールドがあるんですけど、王国に国、名前があって、あるんですね、ちゃんと。ギラプト王国とか、ミューダ王国とか書いてますからね。はい。そこまで私は知りませんでしたけど、はい。さて、ゲームボーイがですね、実は今年で生誕35周年なんですね。はい。ということは、もちろん、同じ日に発売されたこのスーパーマリオランドも、生誕35周年なんですね。はい。まあそんな感じで、まあね、せっかくなる単発でお送りしようかなということだよね。それこそ私自身もですね、昔かなりプレイさせてもらいました。まあ配信開始と同時にプレイしちゃったしね。懐かしくて。はい。そんな感じでね、お送りするんですけども、ただ、まあ普通にね、プレイするだったらクリアできちゃうんで、なんかせっかくならね、縛りを、儲けようかなと思ったりしまして、私の実況プレイではちょっと珍しいんですけどねはい、今回ちなみにね、初代ゲームボーイ風でちょっとお送りしたいと思ってます。どうしようかな。縛りバラン、アイテムなし、アイテムなしでかつボーナスなしとかしてみる。したらまあ結構きつくなるんじゃない？ねえ。要するにパワーアップアイテムやスターとかを取っちゃいけなくて、ゴールするときに上と下があるんですよね。で、上がゴールするとボーナスが発生して残機を獲得できたりするんですけど、それもなし、全部。1キャップもなしにするか。もうこうなったら、コインだけでしか残機稼げないということにしましょう。はい。あと、ボーナスステージはですね、このゲームはボスが登場するステージがあるんですね。で、ボスが登場するステージは、残念ながらどうクリアしてもボーナスゲームが発生しちゃうんですね。はい。それはですね、ボーナスゲームでもし残機獲得しちゃったら、その残機分だけ必ず減らすことにします。はい。それで行きましょう。よっしゃ、アイテムなし&ボーナスなし縛りでクリアできるかどうか。ちょっと頑張ってみます。やっぱり、何回やっても懐かしいよ。はい、これ死の子が出てきますけど、これは取っちゃいけないと。書いてね、やっていきます。入れたよね。はい、こっちじゃなかったっけ。もう忘れてる。こっちだ。今回だからコインしっかり取っていかんとね。そうそう。取れる時には取っていきますよ。しかもチビマリオですからね、ずっと俺は。一回で待ってたらおしまいですからね。確かね、この辺に1キャップがあるんですけども、これも今回は取らないというルールにします。ハートマークなんですよね、1キャップが。まあ、1キャップキノコとね、なかなか普通のキノコの区別をするっていうのが、なかなかゲームボーイの中で難しかったのかもしれませんね、当時としては。あ、でも、スーパーマリオランドは、そうですね、今後、その続編の2、ね、6つの金貨も、1キャップはハードマークですもんね、よく考えたら。まあまあ、それでもう割り切ってね、本家とは違うと、いうことにしたのかもしれませんね。今のはスターでね、ステージが無敵になります。無敵になった時の曲も、いつものマリオとはちょっと違う曲なんですよね。テン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 
これは何もなかったかな。ああ、こういうのは取らせてもらいますよ。ちゃんと。よいしょ。よし。で、これ5個。
ゴールですね。青は出たよ。で、ゴールが上と下があって、上を行くとボーナスステージなんですけども、今回は必ず地下でゴールするというルールにします。ということでね。これだからね、多分残機相当増えにくいはずなんですよ。普段だったら、もう上のゴールで最大で3機増えるんですね、地下に。毎回出すなって言うけど。だから、残機なんてめっちゃ増えまくるんですけども、多分ね、コインだけで残機増やそうと思ったら、かなり大変だと思います。あと、このゲームはね、いわゆる、なんていうのかな、スコアを貯めて残機を増やすということはできませんので、確かここにも1キャップあるんだよね、本当は。だからこれも取っちゃいけない。ハートを無駄に捨てていく。よいしょ。よいしょ。OK。さあ、戦い気味のやつは上やっておきましょう。OK。無理に出す必要もないですからね。これも確かキノコだったからやめといて。いやー、緊張するね。だって出したボタン押してないもんな。急に動いてね、落ちたら困るからね。あ、これもキャップあるか。まあ、何もなかったね。さあ、まあ、何より気をつけなきゃいけないの、やっぱりね。落下したら、どっちにしても一発なんでね。敵に触れてやられることはなかなかないかもしれませんけどね。お、危ない危ない。それ、来ただった。今、本能で上に行きそうになった。下のゴールなんか行ったことないですもん、だって。ほとんど。間違えて失敗した時とかはね、ありますけど。あ、はい、石野さん。あの雰囲気ね。で、箱に、さあ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 。あれは使わせてもらいますよ。いわゆる、上に行くためのね、隠し、リフトっていうのかな。よいしょ。どうだった？これもね、どっかになんか、あらららこういうのは聞いとっとかんとね。ああ、キノコ出ちゃった。キノコ出ちゃった。邪魔だな。邪魔だからそっちに行ってる間に避けようか。よいしょ。ああ、すげえ。あんな風にキノコのイラスト残っちゃうんだ。ああ、だから消える判定が、順番がちょっと、あれなんだね。間違っちゃってるのかもしれないですね。今、危なかった。いやー、でもこの曲は結構印象深くてですね。それこそスマブラですよね。スマブラ X かな？ Wii の。あの時にアレンジ曲が収録されましたよね。あれ結構感動的でしたよ。下がお金ザクザクだったよな。あ、でもこれあれだな。キノコと同じ出れねえな。あー、そっか。パープアイテムなし縛りだからな。じゃあ、コインどれだけ取って、死ぬ。ここはね、ここはちょっと単純に、もう、厳正にルールを守ります。いや、あー、待って。意外とあれ落ちてくるの分からんもんだね、タイミングが。いかいか。わあ、もうほら、こんなことでもう、せっかくね、貯めてきたライフがもう、ポンポンとなくなっちゃうんですよ。これだってね、どんどん難しくなってくるわけですから、そのためにも、無駄なライフのね、減らしてもらって気をつけましょう。危ない。これはね、もうジャンプで飛び越えて !OK!よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ。とりあえず、ワールド1はなんとかあった。うかつなミスがちょっとね、ありましたけども。ちょっと減らしていきたいね、ああいうミス。センチューマリオ。おう、大事。なかなか、ねえ。でもね、小さい頃の俺はね、わけわかってなかった。英語読めなかったし ね。まず誰なんて感じだったし。
はい、1アップしたんで、ちょっと2機減らしますね。はい。これってさ、UFO に乗ってきたっていう設定なんですよね、多分。マリオが。多分。なんで UFO なんですかね。よくわかんないけど。まあでもなんか、どことなくスーパーマリオオデッセイに通ずるものがありますよね。乗り物に乗って世界各国こういう意味ではね。お、あー、このタイプか。あー、しまった。キノコ出ちゃった。ちょっと待ってよ。これはですね。よいしょ。で、こっちに来ちゃうから、取らないように飛び越えれなかった。ごめんなさい。取った場合は、どうしようか。使用しようか。厳正にね。いやー、そうなると残り1機になっちゃったな。そうなるとなんかブロックもうかつに叩けないなね、パン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 って倒していて気持ちいいとこなんですけどね。よいしょ、お、来た。で、これは確かこれブロックがある。ないか。10コインブロックがあればね。終わった。お、いいですよ。3機を確実に。コインのありがたみをね、感じながらね、進めていきますよ。あっとね。なかなかいいとこ狙ってきますからね。よいしょ、よいしょ。OK。ほう。いや、これ意外と時間かかるかもね。単発って言ったけど。30分じゃ終わらんねえ。よし。まあ。気をつけつつ、でもハイペースで進めていきましょうか。なんだかと言ってもクリアできないからね。どうか。これ入れたような気がする。おお、ここまだこれか。多分同じじゃなかった。おお、クッキョッキョ。そう。だいたい同じじゃないはずなんですよね。上のコインはね、どうやっても、キビマリオだと取れないので、下のコインだけ、美味しくいただいて。あと、あれか、これだけ取れるか。あ、待って、届かんかね。あー、届かないよな。よいしょ。さてさて、足場に気をつけて。まあ、個人的な感覚ですけど、向こう側に行ってるときの方がね、コントロールしやすいと思います。さあ、で、ここね、まあ、上しか行けないように見えるでしょ。これね、確かね、ここに見えない足場があるんですよ。こんなんわかるわけないですよね。小さい頃の俺はこれ知らなかったです。なんかで知って、大人になってからかな、多分知ったのは。絶対あんなとこ試せる勇気がないですよね。どう見たって落ちるし、みたいなね。小さい子の俺はここがどうやっていくのかね、もう全くわからないままずっとやってましたよ。本当に。なかなかえぐい隠しですよね、だからそういう意味では。あぶら！おー、ナイス。しっかり倒してから回収できるものは回収。今度はここじゃなくてね、確かここなんですよ。意外と覚えてるね。よいしょ。おお、なんだかんだで今3機か、残機が。
ちょっとずつ増えております。はい、これでおしまいですね。よし。いやー、緊急力あるな、でも本当に。さあ、海のステージ。海なのかな、これ。海でいいね。海のステージでございます。こっちこれだったんですよ。まあでもここはね、キンバリオンでやろうが何でやろうが、弾を撃ってね、敵を倒すことで気持ちいいですね。シューティングステージでございます。あら、あー、ちょっと見つまるか。あと結構コインがたくさんね、ゲットできそうなイメージなので、ちょっとね、確実にジャンプ目指しますよ。ここで。このタコは確か倒す球を、打ってくるタイプですね。あ、危ねえ。もう無駄に壊すことがない。昔はね、このブロックをできるだけ全部壊してから先に進むとかね、やったりしたもんですけどね。マリオ。あ、でも取れんかな。でも取れんかも。あ、ね、さあ、ワールドスノボスですけども、これでもちろん普通にそのままね、正面から戦うこともできるんですけども、実は戦わずにね、進むこともできるんですよ、ここ。あまりしたことないでしょうけどね、他の普通は。よっしゃ、オッケー。いいんじゃないでしょうか。ちゃんとさっきと敵が違うっていうね、細かな。よいしょ。わあ、3機も増えちゃった。どうして捨てなきゃいけないの。はい、ワールド3、いわゆるモアイですね。はい、ちょっと先に減らしますね。減らすとこもちゃんとお見せします。信憑性を高めるためにね。よし。さあ、まあ、いわゆるイースター島的なね、感じの雰囲気ですけどね。ドカン。ああ、そこすり抜けるんだね。なるほど。落ちる床はすり抜けちゃうみたいですね、キノコは。お、入れたっけ。入れた。うわあ、これね、そうそう、もうここら辺からね、ボーナスステージだっつってんのに、ボーナスエリアだっつってんのに、トゲがあったりするんですよ。いやいやいや、もう今日これ死にますからね。しかも、コイン大抵取れないしね。あんま美味しくないんですよ、そこは。あ、でも、そっか、よく考えたら、グラディウスとこれってどっちが先なんだろう。まあ、さすがにグラディウスが先か。まあ、以前ね、グラディウスの実況プレイを何ヶ月か前にやらせてもらいましたけども、お送りしてましたけどもね、やっぱりそのモアイってなんかグラディウスで来た人がすごい多いんじゃないかな、みたいな話をね、したことがありますよね。あの時に。でもこのマリオランド、あ、しまった。すいません。スーパーマリオランドもね、そうそう、モアイが出てくるなって今思って。どっちが先だったのか今ちょっとふとなりましたね。まあ補足しておきますわ。はい。さすがにグラディウスが先だろうかな。あっちはファミコンで出てますからね。もちろんこのコインはね、取れません。ボールマリオというのに変身してですね、ボールを投げつけることで取れるコインですね。そうそう、このゲームはね、ファイヤーマリオじゃないですからね。そう、フラワーを取ったらファイヤーマリオじゃなくてボールマリオというのに変身して。ボールを投げつけてね、攻撃するんですよね。あっぶね、怖えな、今の。ボールですから、要は地面を張って転がっていくのではなくて、
斜めに投げて本当にねまっすぐすっ飛んでいくんですよね。そう、普通のファイヤーマリオのファイヤーとはちょっと軌道が違うんですけど。おお、ちょっと待って、どこまで来るねこいつなかなか恐ろしいね。いやー、こいつも嫌いだった。微妙に挙動がね分かりづらいんですよ。まあゲームボーイだからっていうこともあるんでしょうけども、動きが滑らかなようでね結構ね不安定なんですよね挙動が挙動がねなんかおかしい。よいしょ、気をつけましょうね。下からニョキッと出てくるキラーの台で当たってしまうとかねありますね。ちなみにここのキラー台はあのマリオが真上に乗っても遠慮なく打ってくるんで気をつけましょう。あれ今どこ入ったかな、もしかして。ちょ、もう、絶対今。今のはしくじったね。いかん、いかん。落ち着こう、落ち着こう。てん。ああ、落ち着こう。落ち着きましょう、落ち着きましょう。やばい、やばい。あら、簡単じゃなくなってきてるよ。怖い、怖い。入れた、入れないね。どうかん。ここは入れたような気もするんだけどな。入れた。おお、やった。ザクザク。ちなみにこのボーナスステージのコインはミスをした時にも復活するので、これ多分ね100個以上あるということは、あの死んでここを入って死んでここ入ってってやったら無限ループできますよ。無限ザキャップコインだけでの無限残機アップできますよやんないけどさあ、そして転がる岩の上を乗っていきます。コロコロ転がってありますけども、それに合わせてマリオを動かす必要はないですもしそうだとしたら難しすぎるんでね。いやでも乗るだけでもまあまあ難しいんですよこれ。意外と小さい頃の俺はこれここ結構ミスしてたような記憶があるんで、いやー、うちゃっか。さ、もう、もうガツだなと思うけどさ、俺が。そこからともなく出てくんだもんな、岩が。いやいや、気をつけよう。せっかく増えたと思ったらね、また減っちゃうっていうのはね。非常に危険なので。あ、嘘でしょ。あ、でもまあこっからか、こっからだけどもよ。あ、危ない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 。もうこれ以上ほんまにろくでもない形で減らすのはやめましょう。ということで3の1クリアです。いやー、大丈夫かな。まだまだこの先難しいのにな。3の2でも洞窟の中に入ります。これもなんか上に行くようなとこあったと思ったけど、ここら辺は覚えちゃったとな。若干記憶が怪しい。まあ怪しいというか知らないことがまだありそうみたいなね。いや俺でもこの、あー、当たった。よかった、覚えてた。え、入れるだろうな多分。入れないよね。なんでやねん。何のために言うとったんだよ。バーってこの、なんだろうね、この得体の知れない生物。あれ、僕なんかね、非常に嫌いだった。あ、これ、よいしょ、オッケー。さあ、とにかくね、足場が少なくて、まあ、敵の動きもね、バリエーションが増えてきて、なかなかにしんどくなってきますよ。どうかな。まあ今更ですけど、このね、甲羅踏んづけて投げるとかいう行為ができるわけではなくて、なぜか爆発するっていうね、費用になってますけども。費用って言っちゃいけんな。そういう生物になってます。よいしょ。あぶれ！おい。ちょっと今引いてやったりってやられたかと思ったのに、危ねえな。こ
この上にもあったりする。この上にやってもどうしようもないか。それかな。とにかく一歩一歩慎重に行きましょうね。おっと、またこれか。ちょっと、はい、いよいよ落ちて、あ、またこれか。どっかにね、10コインブロックだかでもありゃね、まだね、いいんですけど、あった。しかも叩きやすいから、結構稼げる。やった。まあ、よかったとし、よかったということにしておきましょう。いやーちょっと危ねえこれもう一瞬の油断がいいんだけど、さあそしてこの後ろ足は狭い。 OK3 の2クリア。でも残機3だもんな、全然余裕ない。あー今4機になりました。危ねえほらもう、全然油断できないんだって。ほらもう、一気に、あ、2個までジャンプして、危ない突然の岩。しかもあそこだけじゃなかったっけ、あの岩が転がってるの。なぜか。よくわかんないんだけど。よいしょ、入れるはず。おー、来た！うまーい。よいしょ、よいしょ。あそこしっかりジャンプしないとね、下に落ちちゃったらもうもったいないことになっちゃいますんでね。あ、まあいいや。ダッシュをすれば行きますよね。あの穴場を抜けることができるなので、まあね、マリオをやってる人ならまあなんとなくご存知だと思いますけども。これも入れた。あーこれか、何もないかな。あった。しかしこのトゲ付きのボーナスエリアちょっと多いな怖いのよ毎回毎回。よし、あーちょっと待って、届かないな。あーちょっと待って、もう怖い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 。あれ、ここか。これも結構難しい。よいしょ。小さい頃の俺はめっちゃ嫌だった、ここ。よっしゃよっしゃ。あ、いけいけ！かーちょっと、押してやったりじゃないの、それ。いやー、今の悔しいな。結構怖いね、今にして思うと。思ったより危ないって。さあそろそろかな。あ、来た。さあそう、岩を投げてくるなんか仙人みたいなね、怖いの。これがボスなんですけど、よっしゃ、上を飛び越えて OK。あ、もちろんこれね、ボールマリオがあったら、ボールを直接当てて倒すということもできます。何回かね、当てたら、倒せますので。ここまでチビマリオで頑張ってますよ。Thank you, Mario. さーて、よいしょ。あ、パワーアップしちゃった。これはまあじゃあどっかでダメージ受けてパワーダウンしましょうかね。そう、こんな感じなんだよね、ボールマリオは。これでもどこ入れなかったっけ。あ、入れた。あー、しまった
これすぐ右に行かないとあそこに入れないんですよ。で、まあ本来ボールマリオだったらボール投げてね、取ることもできるんですけども、一応ね、本来チビマリオ縛りのはずなんで、やらないことにします。はい。ちょっとダメージ受けてるからね。はい、さ、下向きのパックンはね、近くにあっても平気で顔出してきますんで気をつけましょう。上向きのパックンは近くに来たらね、顔出さなくなりますよ。この違い覚えておきましょう。さて、このチョイシーよ、これがもう恐ろしい。踏んづけても復活しますからね、こいつ。だからチビマリオには倒す手段ありません。倒す手段があるとしたら、この罠に落とこす。うん。これしかないです。ほんまに。ちっちゃい頃の俺はトラウマですね、あいつ。マジで。あぶ、あーもう、なんで突き進んだかな。やれやれ。いかんいかん。これすごいすごい。いやー、まずいね。落ちてくれる場合のように落ちてくれないんだよね、もうほんといやっとするはい、これさせてもね、ほら復活した。当然のように復活します。いつまでもいつまでもこっちを追いかけてきます。入れなかったかな。いや、そんなもう覚えてないな、さすがに細かくは。一つ一つね、確実に確かめてきますよね。あ、危ない危ない。タイミングね、タイミング。今日はいいんですけどね。けどキラーには強い。よっしゃ、オッケー。待って。ちょっと待てよ。あのクリボー来るから、こっち。あ、来ないよね。はいはい。やるいいや。どこ消えた。画面が見たら消えるっていうのはね、よくあるんですね。こんだけ土管あってどこも入れねえのか。しかし。4か。もうちょっと欲しいな。うわぁ。嫌な芝。嫌な芝。よいしょ。ああいう芝はですね、もうあの、なんつうのかな。着地したらできるだけ右左押さずに、ジャンプして次の芝にすぐ飛び乗る。ちょっと横動くとね、もうそれだけでね、落ちちゃうんですよ。足滑らしてね。非常に危険なので、シマスの落ちる足場はね、本当に気をつけましょう。おぉ、あ、そこにキャップあったのか。なるほど。こちらも気をつけて、お、入れた。あーあー、もうこれがね、いつ来るかは覚えてないのよ。常に右を押しておきましょうね。はい。うわ、ちょ、待って。ああ、怖い。もう、めちゃくちゃな敵の出し方だよ、ほんと。さすがにこれまで来るとないか。よっしゃ !4 の1クリア。なんとかなってるね。大丈夫、大丈夫。さあ、4の2です。なんだっけ、ああ、はい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 。こんなもいたね。まあ別にね、普通に踏んで倒すことができますからね。なんか上に口があるとね、マリオを上から踏んづけようとすると、そのままパックリ食べられてしまいそうにも見えますけども。その心配はございません。キャー
カニーイエーイこれはね、ボールマリオさえあればね、もう端から端まで隅々まで綺麗に取れるってかは取ろうとしますよね、絶対もう。誰でも。キビマリオだと、これぐらいが限界かな。まあまあいいでしょう。ただあんまりね、そのボールでね、取るのにすごく集中しちゃったらね、残り時間があるということでね、ことを忘れてしまいそうになりますからね。そこを気をつけましょうね。はい。でも取るためにこういう時怖いのがね、ニョコッと左からね、ノコノコが戻ってこないかっていう不安があるのよね。あ、俺、頭をかすめた。しかもウジットリンクワか。あー、こんなんもあった。いやー、これも嫌だな。ああ、いい思い出がないね、これ。ファイヤーバー的なのにとって変わるね。非常に危ない。まあ、火の玉ですわね、要は。多分、火の玉なのかな、何なのかよくわかんないですけど、まあ、何でもいいですわね。例えば。ああ、ちょっと待った、今のは。ちょっとね、躊躇しちゃいましたね。結構高いところだな、これ。これも、ああ、待って、マジか。いや、わからもいきジャンプした方がいいのかなと、ちょっと思いましたが、そういうわけでもなさそうだったな、今。そうだね。ああ、その方がよかった。いや、なんかちょっとね、あ、うっそ、そいつにやられるなや。え、ちょっと待って待って、残機めっちゃ減るよね。ここに来て。オッケーオッケー。もう無視しよう無視しよう。いらん。ことはスマホ前に。いや、ちょっと待ってよ。はい、倒して戻って。で、ググって、あ、危ないよ。入ってから、ググ、ケイ。いや、怖いってば、ほんとに。オッケーオッケー。ダッシュ。続けるとこいつに当たるっていうね。で、落ちながらのダッシュ。オッケー。よいしょ。4-2。いやー、ちょっとさっき焦った。ポコ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 しんじゃうの。ヘビの機体ね。さあ、そして4-3。空の旅です、最後は。これ最終ステージです。全然中国関係なくなっちゃいましたからね。中国風の、ね、世界だったね。おー、こんなのもいたね。そうですね、あの飛行機は、通り過ぎざまに後ろに向かって斜めに弾を撃ってます。たまたまキラーを撃ってきます。まあ。あの鳥もね、気をつけましょうね。近くに行ったら、ああいう風に飛びかかってきますんで。これ、倒せなかったっけ？あ、どうしたの？あ、倒すのは大変なんで、避けるのが無難です。怖い怖い。さあ、そして障害物。なぜか敵は障害物をすり抜けられる。これはもう定番ですわね、なんか。ゲームあるあるですわね、ほんま。あんまり欲張ってると挟まれていけそうですよね。よいしょ。早く行かないとこれもね、挟まれちゃいますよっていう仕掛けですけども。覚えてたらなんてことないですね。
ってことはこれ、さあさあ気をつけて、おう、ここに、あーマジか、当たってしまった。あのグーファンのここしか出ないんですよね、なぜか。あれ何なんですかね。スーパーマリオランド2のワイオ城とかでもさ、なんか似たような出てきますけども、実は関係あるのかな。さあ、そして可愛らしい雲が鳥をどんどん走り出してますね。これは倒すしかありません。はい、倒した。そして巨大戦艦タタンガ、これがラスボスです。弾は壊すことはできますがね、一気になしに行ってきます。行けましょう、かわすことに専念しましょう。当てるのはね、連打してに当たります。そのうち、よっしゃー、ふぅ、いけたいけた、おう、大事大事みたいな感じか。センキューマリオ。Your quest is over。サラサランドでしたかね、確か。サラサランドへと帰る。マリオを一個ということでね。はい、エンディングでございます。横井軍兵。ゲームボーイの海の親ですね。いやー、いいですな、やっぱり。はい。スーパーマリオランドをですね、一応アイテムなしと、ボーナスゲームなし縛りで、クリアをちょっとね、頑張ってやってみました。はい。まあね。タスとかと比べたら大したことないと思いますけども、これでも頑張りました。いかがでしたかね。はい。まあ私はですね、今日、人生で初めて触ったゲーム機がゲームボーイだったんですね。で、その時に、まあ、トンチが持ってたかなんかだったかなーできっかけでスーパーマリオランドを多分遊んだと思うんです、ちょっとだけ。持ってたかな、持ってたんじゃなくて多分借りてちょっと遊んだぐらいだったんですけども、それがね、私の初のマリオだったんですよ、実は。初めてのマリオのゲームとの出会い、まあ要するにアクションゲームのマリオとの出会いだったんですね。まあやっぱり面白かったし、で返しちゃって遊べなくなった後もまた遊びたいなってすごい憧れを、ずっと持ってた作品でしたね。The End。だから、そう。だったら買えばいいね。親に言って買えばいいのにって思うんですけども。なんかなかなか小さい頃の俺はね、そのあれこれ買ってこれ買ってってなかなか言えなかったというか、あんまりゲームに対して親がいい顔してなかったから。なかなかそう言えなかったんですよね。でもその続編スーパーマリオランド2、6つの金貨はね、買ってもらったか、もしくはいとこからもらったかなんかでね、ゲットして、もう存分遊びましたからね。まあだから、当時から私はね、マリオのアクションゲームに魅了されてたってことなんですね。はい。まあ本当に楽しませてもらいました。まあこれボタンを押したらね、タイトル画面の方に戻っちゃうんですけども、ちなみにね、忘れてたんですけど、スーパーマリオランド、なんかコマンド打ったら、もうちょっと難しくなるハードモードみたいなのが確かありましたよね。アンダーもあったりしますけども。今回35周年でね、やったんですから、あれだったら今度40周年の時にさ、覚えてたらね、40周年の時に遊べる環境があるかしないけど、今度40周年の時には、今度ハードモードでアイテムなしボーナスゲー縛りしようか。そうしましょうか。はい。ということでですね。はい。ちょっとお送りさせてもらいました。スーパーマリオランド。任天堂スイッチオンラインのね、ゲームボーイ版で今ね、配信中でございますので、実は遊んだことないという方はですね、手に取って遊んでみてください。
まあ、ゲームボーイならではの表現でありますけどもね、ちゃんとマリオのアクションゲームとして楽しめますし、多分初めてやるんだったらそこそこ難しいと思います。やっぱりね、挙動がね、どうだろう、ファミコンのマリオとかと比べるとほんの若干ぎこちないんですよ。ほんの若干ね、その挙動の癖をつかみきれないと1マスの足場に乗るってまあまあ難しいかもしれない、っていうのはあると思います。はい、ぜひね、挑戦してみてください。はい、ということでスーパーマリオランドの動画をね、単発でお送りさせてもらいました。ご視聴いただきましてありがとうございました。また別のプレイ動画でお会いいたしましょう。それでは皆さん、ごきげんよう。さようなら。